今日はチェスターコートのコーディネート動画です。はい、どうもひろきです。以前ですね、この晴れのチェスターコートを買ったよという動画を上げたら非常に好評でして、もうコメント欄でどういうね組み合わせコーディネートをすればうまく着こなせますかという質問が非常に多かったので、今回は僕のおすすめのコーデ4パターンを紹介しようと思います。はい、1つ目のコーデになります。まずその前に基本的なねチェスターコートを着る時のポイントを紹介しておきます。まずチェスターコートを着る時なんですけども、おすすめは黒の細身のパンツを合わせてください。そうすると Y のねバイラインシルエットができて綺麗に着こなすことができます。それをベースとして中にね何を着込んでいくかっていうところがポイントになってくるかと思います。一つ目はタートルネックのニットを合わせました。これはね安牌です。こういった形になります。チェスターコートとニットっていうのがものすごく相性がいいです。全体的にダークな色になっているところに赤を差し込んだりすると結構ねこんな感じで面白く着こなすことができます。ただですね、ここにグレーを差し込んでもかっこよく着れます。はい、これが2パターン目になります。はい、いかがでしょうか。色は全体的に統一してあります。中に差し込んだのはグレーのニットになります。で、今回のポイントとしては全体的に色は抑えて大人っぽくはしてあるんですけども、あえて袖の長いニットとかを着ることによって燃え袖っていうんですかね、こういう風に袖を出しちゃってます。そうすることによってちょっと抜け感が出たりしてうまく着こなすことができます。さらに応用としては中に白いシャツを着て首元から出すとか、あとはちょっとね下からちょろっと出すとレイヤードでかっこよく着こなすこともできます。はい、これがパターン3です。かなり印象が変わったと思います。はい、このチェスターコート、ロングのコート、黒いパンツ、そして革靴っていうことでかなりドレッシーなエレガントな装いなんですけども、そこにあえてパーカーを差し込んでしまう。そうすると全然雰囲気が変わってきますよね。本当に街をぶらっと歩くにもすごい、適した格好になります。僕的にはすごいおすすめな着こなしの一つです。はい、応用なんですけども、黒いキャップに黒いスニーカーを合わせるとかなり、ストリートな、きれいめなねストリートな、雰囲気に一気に様変わりします。はい、そして最後のコーディネートになります。最初にねニット紹介しました。次に、パーカーが出てきました。その合わせ技っていう感じですね。中にニット、そしてその次に、はい、ジップパーカー、フード出てますけど起きて、そこにさらにこのチェスターコートを着る、こういった感じになります。で、これもねかなりおすすめな着方です。非常にね硬くなりすぎず、ラフになりすぎず、こなれ感が出るいい着方だと思います。ぜひねこれ参考にしていただきたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。4種類のねコーディネートを見ていただいたんですけども、基本的には中にニットもしくはパーカーを合わせるのがベストと、そしてパンツなんですけども、黒の細身のパンツを選ぶのが綺麗にワイラインシルエットができて着こなせるポイントになっています。今シーズンねこのチェスターコートはめちゃくちゃ着てるんで、ぜひゲットしてうまく着こなしてお出かけしてみてください。というわけでひろきでした。じゃあ